に助けた。はて、やれやれと言うたによって追いやった。すればそちは仲間の合言葉を知らぬか。いや知らぬ。これはいかなこと。やれやれと言おうはここをずんとやれということじゃ。それがしはそのようなことは知らず、やれやれと言うたによってそちが親類でもあることかと思うて追いやったが、またそれならばそれと首を切れと言いたいものではないか。さあ、こいざ、こい。で皆さんと狂言舞台出会えることは本当に初めてですね。本当に初期の頃はいろんなところでやられたんでしょうね。でもやっぱりきちんとした形で能舞台っていうものが出来上がる頃にはきちんとした場所で、ただその能舞台も実は江戸時代を通じてずっと歌舞伎なんかが早くから小屋を設けてますけれど、能狂言は頑として屋外で能舞台も作られ、屋外で演じられてきたんですね。狂言がどんどんその成長してた時代、その頃は多分こうやって皆さんとですねお会いするような格好でもう狂言も演じられてたと思います。まさにその平成の今のように改めて狂言が原点に戻って復活するっていうようなそんな感じありますね。